こんにちは、ハッセルです。いつもご視聴ありがとうございます。前回、警察がパトカーを使って犯人役のカードを当てるというマジックをやりましたが、今日はですね、助手を使ってカードバトルをしたいと思います。今日使う助手はですね、こちらです。この2枚のジョーカーが私の助手となって、なんと2人のお客様のカードを当てます。果たしてこの助手は見事お客様のカードを当てることができるのでしょうか。ぜひご覧ください。はい、今日使うカードはこちらです。そしてこの2枚のジョーカーが今日のカード当ての助手をしてくれます。こちらはちょっと混ぜておきます。今からこの助手をこのカードの中にこっそりと忍ばせたいと思います。1人目はこの辺に、2人目はですね、もう少し後ろに、ちょっとこの辺に、はい、こっそりと忍ばせて、これで準備完了です。助手が2人いますから、今日はお客様2名のカードを当てたいと思うんですが、お客様がお目になりませんので、ちょっと私が代わりに選ばさせていただきます。1人目、ハートの7。ちょっと分かるようにですね、シールを塗っていきます。シール貼っていきます、ね、2人目、スペードの5。スペードの5もちょっと分かりやすくシール貼っていきます。元に戻して、あとは助手がどこにいるか教えてくれるだけです。多分もう仕事をしていると思いますので確認しています。助手をちょっと出して、先ほどのカードがどこになるのか聞いてみたいと思います。まず1人目、何なの、18枚目にいる。ちょっと18枚目確認してみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18枚目のカードが、おお、見事ハートの7当たりました。この調子で2人目もちょっと聞いていますね。2人目はですね、ふむふむ、25枚目に見るそう。ちょっと25本で数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25枚目。おー、スペードの5、見事助手が当ててくれました。でもこのマジックやりますと、こっそりマジシャンが枚数を数えてて、それで当ててるんじゃないかと言われるんですが、本当にこの助手が教えてくれたんです。間違いなく18枚目と25枚目にいることを。